さあクロちゃん久しぶりの投稿です。ブラックヘル。ブラックヘル。レイチェルいるのかな学校に。またレイチェルちゃん会いたいですね。グッドラック。シニアウズ。じゃあセニョールか今。なんかライブ会場みたいなステージが設営されてるんだけど。16歳ってことは1年生だよね多分。あこいつがエリオットか。エリオット。おいどうしたんだよその顔。無印がいなかったキャラクターですね。ああこれ相手より全然マシだから。これ無印いなかったってことはこいつ多分失踪するんじゃねえの。エリオットみんなその話で持ちきりなかなかイケメンだけどね。言わせとけ。なんと言われようが昨日はマジで最高だったから。でさテンペストってテンペストブラックウェルの演劇家のやつなんだけど。ああうん絶対つまんねえけどよかったら。おいきなりデートの誘いか。明日一緒に行かないか。必要以上に学校に行くのは主義に反するけど、役者気取りのバカたちにヤジを飛ばすのは悪くないかも。だろ？僕も同じことを考えてた。本当かよ。じゃまた科学で。科学。じゃあな。お前何してんだこんなとこで。ステフから DVD を受け取らなきゃ。まだ授業まです。今のところ今日今のところ興味なし。 SF 映画同好会。シラフで一日過ごした方がおかしくなるっつうの。意外と面白そうか。なんかファイナルファンタジーっぽくね。ステフに DVD をもらう。エリオットが誘ってくれるのは嬉しい。でも最近はそういう気分でもない。また授業で。お、なんかメールが来た。ピクニックテーブル。マイキーって誰だろうね。結構無印ではいなかったキャラクターがいますね。来たジャスティン・ビーバー。ジャスティン、匂いでバレバレだぞ。うわ、クロエ。どうした？あのさ、レイチェル・アンバーをどう思う？可愛くて、頭良くて、可愛いって感じ？可愛い2回言ったね。勉強手伝ってくれたし、俺数学がマジボロボロでさ。だろうな。だろうな。だろう？去年の秋に赤点食らっちまってさ。その後教えてくれたら次 C プラ取ったわ。C プラ。昨日さ今鼻で笑われたぞクロエちゃんに。行ったんだ。ゲリラ的な感じの。あ、ジャスティンとクロエは仲が良かったね。そういえば噂によるとさ、あそこってかなりヤバいらしいじゃん。なんかいとこが前に。はいはい、とにかく最高だった。じゃあ授業でまた。なんか心なしかジャスティンの顔が無印の時よりも綺麗になってる気がした。出たエヴァン。エヴァンス。エヴァン、写真の腕はいいけど。クロエ、山火事の危険について話したい。おはようエヴァン。山調査によると相変わらず髪型生きてんなこいつ。 90% 以上の原因は人間なんだ。これは最高記録だし、防げることでもある。どうして防ぐんだ？火は最高じゃん。からかってるのは分かってるが、炎から恩恵を受ける動植物が多いのも事実だ。例えば180度近くの熱がないと開かない松ぼっくりとかな。あ、そうなんだ。へえ。松ぼっくりですか。うん。会話が終わった。なんでこんなことやってんだ？大学のため？いや、
これは個人的に取り組んでるんだ。大学には写真だけで入るつもりだよ。写真だけで推薦入学的なやつかな。レイチェル・アンバーってモデルをやってくれると思うか。彼女ならぴったりだと思うんだが、どうだ。そう、じゃあな。待って、もう一つ、防災講習を開くためまた署名運動かよ。わかった、講習中はよく寝れるからな。ありがとう。ちょっと意外だよ、君が人助けというか、まさか公共の利益のために署名してほしくないのか。ああ、いや。ここはふざけるべきなのか。黒いプライス、葉っぱ、スー、クマさん、エヴァンは傷にやろう。エヴァンはケツにやろう。貢献できて嬉しいよ。これが将来のリーダーたちか。ビッグタマブラン、エヴァンはケツやろう。署名してくれてありがとう。エヴァンはケツやろう。自虐は良くないぜ。リアクションが。クロエ、教室は反対方向だぞ。いや、それにしてもね、ライフイズストレンジだとね、無印だとずっとマックスちゃんが主人公で、基本的にマックスちゃんしかね操作できなかったから、なんかクロエちゃんを動かせるとなんか新鮮な感じがあるね。あ、いた、ステフとマッキーだっけ。でもその前に他のとこ調べてみよう。ステフは女の子なんかな。サマンサ、タバサ、サマンサ、タバサ。サマンサ・マイヤーズは目立たない子だ。あんた、あ、クロエ。サマンサ・タバサ。何読んでんの。バージニア・ウルフなんか怖くない。去年ホイダ先生の授業で読んだの。ホイダ先生。え、課題なんかやるんだ。いつもはやんないけど面白かったから、はい、このゲームなんかさ、どの辺がなんか陽キャラと陰キャラの書き分けがなんか露骨すぎて笑えますよね。見るからになんか大人そうな静かそうなやつと、見るからになんかやんちゃそうなやつ、なんか両極端だよね。私も性格悪いから大愛子だ。みんなそう言うけど私は違うと思う。ごめん。お、いい子、いい子やん。誰もそんなこと言ってない。そういう意味じゃなくて。たくすげえ気が弱そうな子だね、サマンサ・タバサ。何すんだよ。お、兄さん何持ってんだ。スイッチ、スイッチ。その名前で俺を呼ぶな。ドリューノース。あ、姉さんっぽいな。ザ・ノーキン。ドリューノース。プレスコットは目をつけられたんだな。おいおい、マジでキモいな、プレスコット。勝手に見るな、返せ。お前がチームに入るなんて、負け犬のくせに。姉さんの服の色が全然ちゃうね、本編と。喧嘩すんなよ、仲良く負け犬してな。喋れたのか。おっと、チームの面汚しがよ。親は一体いくらコーチ払ったんだ。すごいな、姉さんに向かってこんなこと言えるんだ、こいつ強いね。学費を払えるようになってから言えよ。家が貧乏だと苦労するな。ああ、バカだな、姉さん。てめえの親父が造船所を潰したせいで親父は職を失ったんだ。どの口が言いやがる。やめてあげてよ。やめてあげてよ。そうだ、やめてあげてよ。いいこと思いついたぞ、プレスコット。部活とこんな趣味は両立できるんだ。こんな趣味、どんな趣味なんだろうね。イケボチャ。クソ野郎が。上等だ、ぶっ殺してやるよ。いや、姉さん喧嘩弱いからな。クロエ、どうにかして。ぼーっとしてないで。サマンサちゃんの声、間に入る。こういうやつに遠慮は無用だ。
徹底的に潰さないと。やめろよクズ。今俺に何て言った？やめろよクズって言った。おいおい、クズって言葉も知らねえの？大丈夫か？このゲームはなんだ、口喧嘩しまくるゲームなんかな。おい、まさかネイサン・プレスコットをかばうのか？弱い者いじめはやめとけよ、小せえ男だな。バカじゃねえのか？まさかの姉さんの肩を持ち。バカはお前だろ、よく留年しなかったな。俺とやり合うつもりか？あんたが姉さんとやりたがってんだろ。告っちまったらどうだ？すげえ笑いやがったな。そうよ、クロエに乾杯じゃない。黙ってろクソガキ。そっちが黙りなよ。おお、サマンサちゃんも意外と言うね。サマンサ運が良かったなプレスコット。女子二人に助けてもらって。変態写真を持ってけ。写真、写真の趣味か。余計なことすんな、ほっとけ。だよ、大丈夫？ありがとう。みんなプレスコットだからって彼を。ああ、警備員が来た。大丈夫か？なんだこいつ。問題ない。窓線じゃないんだ。窓線以外の警備員がいたんだね。セキュリティ。皮肉。タトゥーにしたらいけてそうだ。タトゥーにしたら。マリファナタバコは体に毒。このまま外にいれば学校が未来の人材に乗っ取られるかもしれない。地底人とかに。掲示板。エヴァンの作品は悪くない。本人には言わない。本人に悪いのかよ。いろいろあるからな。ファイアーデンジャーレーティングトゥデイ。これ多分演劇部のね、多分なんかやるんでしょうね、このステージで。あとあと。これ箱に乗って踊るんじゃねえの？授業に行くべきだろうけど、どうでもいい。昨日の夜は現実だったのか？写真もアップされたけど、信じられない。レイチェル・アンバー、演劇のスター。あ、演劇部なんだ、レイチェル・アンバーって。トップの子が私を救って。あ、勉強トップなんだね。ヘドバンするなんて。 Do not walk on the stage。 夢か現実がおかしくなったかだろう。あ、校長が来た。まさかのラミレス監督。ウェルズ校長、どうも。落ち着け、今ポケットに一発退学の爆弾が入ってるだろう。クロエ・プライス、なんだそのあざは。まあ、ドアにぶつかりました。我がブラックウェルのカウンセリングサービスは生徒のプライバシーも守る。困ったことがあれば相談しなさい。平気、困ってるのは向こうだよ、どっちかというと。君はいつまで経っても変わらんな。プライス君、そこの看板にステージに上がるなと書いてあるだろう。校則違反だけでは飽き足らず、さらに他の生徒の作品まで壊すつもりかね。先生、
私は上がってない。通っただけです。まったく笑えないな。いつも真剣な顔で疲れません？それ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 かね。ここ最近君がドラッグを使用しているとの噂がある。事実なら即退学だ。そして私の嗅覚が正しければ君からは煙の匂いがするようだ。やばい。なんならこの場で君の持ち物を調べてはっきりとさせてもいいんだぞ。ここで調べたら絶対バレるでしょ、間違いなく。まったく。今日の授業が終わり次第校長室に来なさい。だからポケットに薬忍ばせてたもんな。答えはどう？ウェルズには私に構った方が損だって思わせないと。残念だけど答えはノーですね。おお、口答えするつもりかね。お得意の皮肉の井戸も枯れたかと思ったが。先生、私の皮肉の井戸は深いんだ。落っこちたら一生下のネクタイのマークは何なんだろうね。冗談か。罪を犯した者はそうやってすぐごまかそうとする。憲法も知らないんすか？違法な捜査と押収はダメっすよ。うちは私立校だ。私立校すべて調査できる。私のルールは常に正直に。メディアにもこの学校にはびこる薬の真実について話した方がいいんですかね。いや、君の行動についてすぐに公にする必要はないだろう。だがプライス君、これで終わりではないぞ。プライス君、おっと、捨て台詞来たこれ。来たこれ。前ならこんなこと言われてたら死ぬほどビビってた。今はもう何が起きてもどうでもいいやって感じだ。今成功したんかな。余計ステージの上を歩きたくなる。いや、この学校マジめっちゃ広いな。教室は反対方向だぞ。調べるもんがマジすげえいっぱいある。私は食べ物よりも一歩炎は美しいのに。グラント先生。グラント先生、ブラックウェルでグラント先生。前作にも出てきた先生ですね。前作というか無印にも。ああ大丈夫、うん、こんな仮説はどうかしら。今日のクロエは科学の授業に遅刻せずちゃんと出席する。世界中のマンガンと引き換えてでも出席する。それは嬉しいわね。最近学校でいろいろあったけど、あなただけはいつも通りね、クロエ。いろいろって何？そうね、プレスコット家が学校に多額の、なんかグラント先生の声もなんかいいことよ。微妙に変わって気がする。無印の時と。理数系科目じゃなくて芸術科目に使われるのよ。芸術だって大事な科目でしょ。それはもちろんよ。でも理数科目に支援が必要だって話をしたばかりなのに、結果はこれよ。人生なんてこんなものかしらね。先生悲しそうだな。あと半年もすればまたスポンサーがついてレーザーを増やしてくれるかも。レーザー？レーザーないの？残念ながらないわね。つまんないの。レーザー。授業に来てね、クロエ。スキップ。スキップマシューズは
学校の警備員。スキップ、仕事はどう？普通さ。目どうしたんだ？え、デイビッド・マドセンが警備員になる前の多分警備員なんでしょうね、このスキップっていう人は。優先スペースにベンツを止めててさ。へえ、どかせてやったぜ。昨日さ、工場でファイアウォークを見たんだ。見ればわかる。って、待てよ、工場に行ったのか？よかったよ。おお、すげえな。ああいうのも聞くのか。いいものは聞くさ。よく言った。俺バンドやってんだよ。え、マジで？ピースヘッドって言うんだ。ピースヘッド。大したことないけど、頑張ってデモテープをあちこちに送ってる。ピースヘッドね。聞いてみるか、俺らのデモテープ。ああ、いいよ。マジ？すごい黒いの顔色を伺うスキップ。すげえいい。すげえいいじゃん。ラジオで流れたら爆音で聞くね。だよな。ありがとう、クロエ。警備員に媚びを打っておく。ジャスティンのママとよく会ってんの？まさか。ああ、そうだ。ジャスティンに葉っぱはいい加減にしろって伝えてくれ。自分でいいな、私は関係ない。あいつのために言ってんだ。人のためにといえば、ああ、今朝ジャスティンといたから、もしかして匂いが染みついたのかも。そっか、ハイリスク同士は仲がいいな。ハイリスク、ハイリスク。ああ、クソ、すまん、忘れてくれ。ハイリスクね。一つ勉強になったよ。問題児って意味なんかな、わかんないけど。またな、スキップ。じゃあな。ハイリスク、ハイリターン。クロエ、どうしたよ。葉っぱの匂い。ジャスティン、匂いがすごいぞ。ん？葉っぱ臭ってこと？それ以外にあるかよ。マジで？じゃあさ、一発どう？は？ここで？どうも。香水？終わり？それだけ？クロエ、どうしたよ？じゃあ、授業で。どうもしない。えぇ、ー。ういー。未来の人材ね。未来はクソだよ。ビクトリアがいる。話しかけてみよう。ビクトリアチーズ。こいつ。ああ、カリープライス。誰やカリーって。クロエだ。ああ、やだね。冗談だってば。写真コンテストでやる。ビクトリアすげえ可愛くなってるよね。冗談も言わせてもらえないの？あ、そう。無印の頃はもっとなんか男っぽい顔つきしてたけど、なんかこのビクトリアなんかすげえなんか可愛いね。なんか声も変わってる気がする。結構ボルテックスに入ってんの？厳密には違うんだけど、誘われてるの。あそこってエリートを集めるべきなのに。ノースリーブの服装好きだね、いじめ反対集会とか。ほんとバカみたい。私が入ったら変えてやるわ。レイチェルが何だって？だって2人で楽しそうにしてる自撮りがアップされてたじゃない。
人を殺した。普通に遊んだだけだ。音楽聴いて人を殺して何言ってるの。面白い人ね。それにしても随分レイチェルと仲がいいのね。違うって。ねえねえ、どういう子なの。なんかハマってるものがあるとか。薬？ごめんなさい、気を悪くしないで。でもあなたといるってそういうことでしょ。ね、そんなあざ作ってるし。なんでそんなレイチェルに興味あるんだ。人気者だから。完璧な女って感じ。いや、気持ち焼いてんのか。いや、気持ち。なるほどな、分かった。こんな話してる場合じゃない。科学の課題は終わらないし、あなたは相変わらずだし。ごめんごめん、悪気はないんだ。私課題終わってるから手伝おうか。え？あなたが？ああ、最後の問題むずかったよな。確か答えはメモの準備をするっていうね。ウラン、炭素、カリウム、ウランだったような。あってそう。素敵、ありがとう。カリー、誰がカレーやね。はいはい、誰がカレーや。そしてこの歩き方。よし、じゃあそろそろね、ステーフに話をかけに行きましょうか。ステフとマイキー、オーマイキー。インドア派代表、ステフ・ギングリッチ。さっき天の復讐者にポーションを使えばよかったかな。スキルチャレンジだからポーションは効かない。スキルチャレンジ、スキルチャレンジ。デッドバイディライトかな。 TRPG の話。 TRPG なめないでくれる。それくらい知ってるよ。え、 DVD は。ブレードランナー、ディレクターズカットだね。ありがとう。5ドルだっけ。ただでいいよ。名作をちゃんと分かってるもん。だって夢のシーンが入ってるディレクターズカットをわざわざリクエストしてくれたしね。現実より夢、人生のモットーだ。いいね。ねえ、レイチェルもゲーマーなの。レイチェル・アンバー。なんで。昨日デートしてたでしょ。 あれもしかして違った。どういう意味だステフが恋したか。クロエもさ、一緒にやる。すげえ今睨んだよね。今はそんな時間ないし、また今度な。このキャンペーンなら20分くらいで終わるよ。キャンペーン何することないでしょ。しょうがない、やるか。机に座るっていうね。キャラシート、エルフバーバリアンね。なる、確かになかなか私っぽいな。なるでしょでしょ。さて始めようか。二人はかつて映画を誇るもブラックウェルの侵略者たちに滅ぼされたアバーノン王国の英雄。お互い侵略者の野営地を襲い、リーダーである無傷のドゥーガロンを探していた。満身創痍で最後の野営地に足を踏み入れるともう一人の英雄が現れた。杖を掲げて挨拶する。我はエラモン、第三の和の魔術師、タイベリウス王の右腕にしてアバーノンの守護者。自己紹介して。ああ、エルフバーバリアンで名前はクロエだ。ああ、クロエ。え、マジ何。さて、二人は。待って、エラモンはエルフに聞いた。タイベリウス王の名のもと我無傷のドゥーガロンを討伐せん。我と共に戦う資格はあるのか。
剣で相手を刺したらそのまま貫通して後ろのやつも殺したことがある。サンサロについては今の眼差しは何？右には牢屋。3秒ぐらいなんかバカ固まったよね。どう見てもドゥーガロンがいそうな巨大なテント。なんかドーナツ食ってやがる。さてどっちに進む？まっすぐだろう。ドゥーやろう倒すんだから。エラモンは顔をしかめる。訓練場には戦利品があるだろう。ついでに捕虜も解放すべきだ。クロエが選んで。どこに行く？戦利品が欲しい。訓練場だな。やったね。訓練場に着くなり巨大なオークに見つかってしまう。彼が雄たけびを上げた瞬間、十数名の敵が突然襲いかかってきた。なるほど。でどうする？アシッドブラストを使う。ええ、本気？行け。召喚された共産の波が迫り来るオークたちに降りかかった。オークたちは悲鳴を上げている。肉は骨から溶け落ち、甘酸っぱい匂いが辺りに立ち込めた。えぐ。僕一人でも問題ないんじゃないか？巨大オークはまだいる。旋風を振りながらこちらに向かってきた。任せた。膝蹴り。オークの股間に強烈な膝蹴りを入れる。成功。こうなせなくなったオークは虚勢した。両手で股間を押さえてる。ひどい。虚勢した。またクロエの番ね。ポメルストライクだ。ポメルをぶん殴る。ポメル。なんだよ。ポメルは剣にある塚の頭、それで殴るのがこの技。え、あ、そっか。じゃあそれで。でも剣じゃなくて斧を持ってるから。なんだよ。大丈夫、他の装備で。時間をかけすぎた。オークがあなたの頭をめがけて斧を振るがミス。どうする？これでどうだ。フェイタルクリーブ。大斧を力強く振り下ろした。オークの体は真っ二つに裂かれた。よっしゃ、私強くね？順調だね。与えては最強ね。戦利品は？そうね、訓練場は三まみれだからもう何も残ってないかな。マジ？気にすんな、エラモン君。ミスはつきもんだ。エラモンはうなずく。エルフバーバリアンクロエ殿は実に慈悲深い。次は牢屋。捕虜でも解放するか。牢屋に行こう。鋼鉄の檻が並んでいる。檻には村人が閉じ込められ助けを求めている。見張りは年老いた小さなドラゴンキンだけ。彼はドラゴンキン気づくとおじけづき、開いた檻に自分を閉じ込めた。まあかわいそうに。ドラゴンキンって人型ドラゴンだ。嫌なやつらだよ。きっと鍵を持ってる。あ、なるほど。出てこいクソ野郎。ドラゴンキンは鍵の束を見せつけながら飛び跳ねた。謎の言葉で叫んでいる。侮辱されているようだ。なんかいい呪文でもないの？オリゴと爆破するようなものしかないな。威圧する。威圧ってスキルがあるぞ。使えるか？こいつをちびらせてやる。試せるよ。なんて言う？聞け、このトカゲ野郎。彼は共通語がわからないから。共通語。ドラゴンキンに対話の呪文をかける。うっそ、マジで？これで言葉が通じるよ。一丁やりますか。これがスキルチャレンジってやつ。言葉で。分かってるって。檻を掴んで奴の顔に迫る。鱗に覆われた手が小刻みに震え始めた。なんていう？ドラゴンキンの皮で靴を作るのが趣味なんだ。足元を指さしてさらに続ける。これはエアドラゴンキン。
お前らの鱗は水を通さないすげえ顔で見てるぞステスちゃんが。最高の履き心地なんだ。戸惑ってるみたい。僕もだ。ドラゴンキーが懇願した背の高き者許して。鍵渡せない。トゥーガロンもっと大きい。片言チビめ、なんならもっと小さくしてやろうか。鍵を渡さなきゃ足を切り落としてやる。ドラゴンキンは怯えて縮こまり視線を泳がせている。今にも助けを呼びそうだ。斧を檻に突っ込み格子に押し付けて黙らせる。そしてこう言う。いいぞいいぞ。よく聞きな。これからお前の全身の皮を剥いでやる。その皮でバッグを作ってお前の死体を持ち歩く。口を開けているぞステフちゃんが。次に鍵を渡さないバカが現れたらお前の死体を引っ張り出して見せしめにしてやるんだよ。いいアイディアだろ。ドン引きしてる。マジぶっ飛んでる。カリスマッチにボーナスを10つけるね。振って。ドラゴンキンは恐怖のあまりに小便を漏らしながらあなたに鍵を渡しそのまま息絶えてしまった。最高。どんな死に方や。やった。チームワークだな。捕虜を解放したら任せてくれ。解放された捕虜たちはあなたに怯えて逃げていった。次はボスのテント。テントに行くぞ。テントに入るとブラックウェルの侵略者を率いるドゥーガロンを発見した。黒いローブをまとい2メートル近い両手剣を手にしたシンクの目を持つミノタウロスだ。やつの笑い声が響き渡った。貴様らの土地も民もいただいた。もう諦めろ。王国も貴様らも弱すぎるぞ。嫌なやつだな。任せて。カタクリズミックファイヤーを使う。炎は敵に触れた瞬間消えた。ドゥーガロンは笑って大炎のブレーサーを見せつけた。ブレーサー、僕炎系の呪文しか持ってないのに。アシッドブラストは誰かさんがクロエにいいところを見せようとして使っちゃったしね。クロエどうする。ラスフルラッシュ。ラスフルラッシュって、タックルみたいなやつ。怒りを込めた。日大アメフト部タックル。じゃあそれで日大アメフト悪質タックル。怒りの叫び声を上げ突進した。ドゥーガロンは不意をつかれ避けられない。その巨体を吹き飛ばしてダメージを与えた。よっしゃ。次はブルータルパンチ。牛野郎の股間を殴ってやる。また股間かい。あ、ま、マジで股間を。また虚勢すんの。ああまた虚勢すんの。クロエ、股間ばっかだな。は？ミス。ドゥーガロンはよろけるあなたを見て笑った。クソ野郎。しかも脇腹を角で突かれた。8ダメージ、ね。8ダメージ。言って。低くね。次はどうする？アナイアスレーションストライク。アナイアレーションストライク強そうだ。 1? やばそうだな。どうでしょう。あなたは一歩踏み出した途端に石につまずき音を立てながら倒れた。斧は大きく横にぶれて。マイキー回避ロールね。嘘だろ。3だ。斧はエラモンの足に。オーマイキー。ああ両足ね、足首が切り落とされた。このゲーム最高とか。このゲーム最高。足が。ドゥーガロンは動けないエラモンに迫る。そのタイミングでこのゲーム最高って言ったらなんかウケんな。言ったでしょ。キャラが死ぬとは一言も聞いてない。ドゥーガロンの蹄の音が聞こえる。
どうす、どうす、どうす。私のせいだ、多分。どうしよう。エラモンの前に飛び出す。エラモンの前に飛び出す。マジで？ありがとう、クロエ。さて、ルーガロンはあなたを見ている。来い。体験を突き出し突進してきた。くそ。ああ。回避に失敗した。ルーガロンは笑いながらあなたを貫き空に持ち上げた。マジかよ。ブレーサーのせいで何もできない。ごめんよクロエ。足の剣もあるしな。大愛子だ。体から力が抜けていくのを感じる。耐え難い壮絶な痛みがあなたを襲う。どうする？腕に一撃。斧を腕に振り下ろす。ブレーサーとかがついてる方なの。ああ、なるほど。低いと当たらないよ。瀕死だし。20。やったぜ。あなたの斧が敵の腕を切り落とした。大炎のブレーサーが地面に転がった。よし、フレイムファイアストライクを唱える。すげえ中肉臭い名前やな。寝転がったまま炎の槍を召喚した。槍はドゥーガロンの胸に刺さり、体の内側から敵を焼き尽くした。いいぞエラモン。ボスを倒したが傷は深すぎた。エルフバーバリアンクロエは死んでしまった。なんかマジで悲しい。悲しいなとして死んだんだ。誇りに思うよ。楽しかった。これ書いたんだ。マイキー絵うまいんだな。ありがとうねクロエ。うん、また冒険しようよ。そのうちな。楽しかったよ。てかステスちゃんは参加しないのか。ナレーションだけで。 DVD よし。次は科学のゲーム。楽しかったな。どうやる。さっきはありがとうクロエ。楽しかった。また一緒にやろうぜ。よっしゃ、中に入ろうか。お、レイチェルだ。あ、よかった、来たんだ。なんか衣装みたいな着てたね今。いや、それにしても本当ズバ抜けて可愛いよねレイチェル、このゲームの中で。よし、とりあえず今回は、キリがいいんでここまでしようかなと思いますね。ご視聴ありがとうございました。